近畿大学産業理工学部生物環境科学科の高竹洋次郎と言います本日は細胞周期と細胞運命について特に最近の細胞周期研究により分かってきた細胞老化のメカニズムについてお話しします本日の講義内容はまず最初に 細胞周期と細胞運命についてお話しし次に細胞老化とは何かについてお話し,しますそして細胞老化はどのようにして起こるのかそのメカニズムについてお話し最後に細胞周期制御因子 P16 と細胞老化についてお話ししたいと思いますそれではまず最初に 細胞周期と細胞運命についてお話します我々人間の体は元をたどればたった1個の受精卵に由来する数十兆個の細胞から成り立っていますこの生命の基本単位である細胞が増殖したり分化したりあるいはアポトシスと呼ばれる細胞死が起こったり 細胞老化が起こったりすることによって個体の恒常性が保たれているのですこういった細胞の運命を決定する基盤は細胞周期が担っていると考えられています細胞周期これは皆さん高校の生物で習うかと思いますが細胞周期とは四つの層から成り立っています このように DNA 複製を行う S 期細胞分裂を行う M 期とその間にある G1G2 期からなりますこの細胞周期においてサイクリンと CDK と呼ばれるタンパク質複合体が細胞周期を促進する働きがあることが分かっています 逆に CDT インヒビターと呼ばれるタンパク質は細胞周期を停止させる役割がありますこれらの細胞周期制御因子はそれぞれ車のアクセルとブレーキのような働きをしお互いがタイミングよく働くことによって細胞は増殖したりあるいは増殖を停止して 静止状態になったりあるいは分化したり老化したりアポトシスが誘導されるわけですこういった細胞周期制御機構の破綻は人の疾患に関連しています例えばがんですね細胞周期の制御因子の異常ががんで多く見つかっています 例えば自動車ですね自動車のブレーキ。ブレーキが壊れた自動車は暴走します。細胞においてもブレーキが壊れると。増殖シグナルの停止増殖シグナルを無視して勝手に増殖し続けて。やがて癌がになります。これまでにいくつかの細胞周期制御因子が,が。癌細胞で。 異常をきたしていることがわかっていますこのように細胞周期制御に関わる遺伝子を探索しその機能を明らかにするということは細胞がどのようにがん化するのかどのように分化するのかどのように老化するのかの理解につながるのです。本日はこの中で特に細胞周期と 細胞老化との関係についてお話したいと思いますまず最初に細胞老化とは何か細胞老化の定義ですが細胞分裂が不可逆的に提出することを指します不可逆的ですねこのグラフは横軸に 我々の体から取ってきた細胞を培養皿に倍、えー、で培養した日数を表しますで。縦軸が細胞の分裂回数ですね。えー、細胞は培養日数始めのうちはどん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 分裂していきますが、やがて分裂しなくなります。そして不可逆的にもはやもう増殖をすることができなくなります。 この状態を細胞老化というわけです。これは私の研究室で撮った細胞の写真ですが、これは人のですね、胎児の胎児の肺の繊維が細胞を培養した写真です。このように若い人の繊維が細胞はこのように非常にシャープな形で非常にきれいに整列しています。 しかしこれがバイオ日数がかさむにつれて立つにつれてこのようにますまた生化学的な特徴としましては細胞内で β タ・ガラクトシダーゼという酵素のですね活性が上昇してこれは老化した細胞を検出する実験ですが 細胞に X ギャルという化合物を添加すると、この細胞内で活性化した β ガラクトシダーゼが X ギャルを分解してあい青色を消します。同じように X ギャルを若い細胞に加えても、細胞の中で β ガラクトシダーゼが働かないので染まりません。つまりこのように X ギャルを加えたときに青く染まっている細胞が 老化しした細胞とということを指します、まあ、その他核の中のクロマチン構造が細胞老化を伴い変化するということも分かっています。では細胞老化と個体の老化個体の寿命が関係するのかですがここに一つ面白いデータがあります。こちらはさままざな 生物から取ってきた繊維が細胞これを培養皿の上で培養してその分裂回数を測定した結果です。上がそのの由来とすする生物の最大寿命ですこう見ますと線維が細胞の分裂回数とその寿命その由来とする生物の寿命というのは強い相関性があることが分かっています。まあ、つまり 細胞分裂回数と個体の寿命細胞老化と個体の老化が関わっているのではないかということを指し示す一つのデータですこのように我々の体はさまざまな器官や組織から成り立っていますこういった器官や組織は細胞から成り立っています この生命の基本単位である細胞が老化することによって器官や組織の老化が引き起こされその統合結果として個体の老化が誘導されるつまり細胞の老化は個体の老化の一因であるということが分かりつつあります。それではこの細胞老化が どのように起こるのか。まあ、そのメカニズムについて、お話し,していきたいと思います。これまでの研究によって、二つの経路によって。細胞老化が誘導されるということが、分かっています。一つは、細胞寿命プログラム経路。もう一つは、外生因子によるストレス経路。これら二つの経路が。 細胞老化を誘導するということが分かっています。まずこちら側を説明します。この細胞寿命プログラム。一体どういうことかというと。我々真核生物の染色体末端には。このようにテロメアと呼ばれる領域があります。人ではこのテロメア領域は。 t t a g g g という塩基配列が繰り返しこのテロメア領域に存在します面白いことにこのテロメア領域っていうのは細胞が分裂するたびに徐々に徐々に短くなっていきますそしてある一定の短さまで来ると染色体が不安定化してその結果 細胞老化が誘導されるということが分かっていますつまりこのテロメア領域っていうのは細胞の分裂回数圏と例えられています細胞が分裂するたびにその回数圏を一枚一枚我々の細胞は切っていてその回数圏がなくなると分裂寿命を迎えてやがて老化するというわけです もう一つの経路は紫外線や放射線やさまざまな DNA 損傷誘導化合物これらの外性因子によって細胞の DNA が損傷を受けその結果細胞老化が誘導されるということが分かっていますではこの2つの経路が一体どのようにして細胞老化を誘導するのか。 細胞寿命プログラムによるテロメアの短縮外線因子による DNA の損傷どちらもいわゆる DNA 損傷ですねこの DNA 損傷によってこういった P53 や P16 あるいは今日は詳しくはお話ししませんがその他いくつかの因子の発現量が増加しその結果細胞老化が誘導されるということが 分かっています今日はこの因子の中でまあ、特に重要な P16 についてお話したいと思います P16 は細胞周期制御因子ですこの P16 と細胞老化が深く関わっているということが分かっています 先ほどお話ししましたように我々の細胞の増殖細胞運命というのは細胞周期にによってて厳密に制御されいいるとうこの細胞周期はサイクリンと CDK と呼ばれるタンパク質によって促進されそして CDK インビターによって細胞周期は抑制されるということをお話ししました。 P16 というのは CDK インヒビターの一つですこのように立体構造が分かっています P16 タンパク質はこのように細胞周期のアクセルである CDK6 あるいは4とこのように直接結合することによってこのアクセル側のですね機能を阻害するということが分かっています これら2つの経路が P16 の転写を活性化するわけですここで新しい言葉が出てきました転写ですねこれは皆さん高校での生物で出てくるかと思います少しおさらいしますと我々のタンパク質の設計図ですねこれは遺伝子 その本体は DNA ですねこの DNA の設計図の情報がメッセンジャー RNA に写し取られてその情報をもとによって翻訳によってタンパク質が合成される、まあ、この流れをセントラルドグマと呼びました P16 の転写が活性化されるということは細胞の中で P16 の メッセンジャー霊燃量がたくさんできてそして P16 のその結果翻訳によって P16 のタンパク質が細胞の中でたくさんできるということを指しますその結果どうなるかというとたくさん出てきた P16 タンパク質が細胞周期のアクセルであるサイクリン CDK を阻害するわけですねその結果細胞周期を不可逆的に 停止させるわけですねそれではこの P16 の転写がどのようにして制御されているのか P16 遺伝子の転写がどのようにして制御されているのかについてお話ししたいと思います。これは我々の研究室が明らかとした P16 の転写制御機構です。 このように若い細胞の核の中の p16 遺伝子の状態を表しています。これ遺伝子の上流にはプロモーター領域と呼ばれる DNA 領域があります。プロモーター領域っていうのはこの転写を開始調節する領域 DNA 領域ですね。 若い細胞の核の中ではこの P16 のプロモーター領域にポリコーム複合体と呼ばれるタンパク質複合体が結合することによって非常にタイトに P16 の転写を抑制するということを明らかとしました。つまり P16 の転写が抑制されていいるととうことは、 細胞の中でで P16 質が合成されなないいととうことなんですねしかし細胞老化誘導シグナルテルメアの短縮や DNA 外線因子による DNA の損傷シグナルが入りますとこのポリコーム複合体が P16 のプロモーター領域から外れている。 次にこの MLL 複合体と呼ばれるタンパク質複合体が P16 のプロモーター領域に結合することによって P16 の転写を活性化しその結果細胞の中でですね P16 タンパク質がたくさんできてそして細胞周期をタイプ可逆的にですね停止させることによってこのように。 細胞老化をを誘導するとということを明らかししましたではこの P16 が細胞老化誘導に深く関わっているということをお話ししましたが個体の老化に関係するのかという点ですが次に P16 は 機関や個体の老化にも関与しているのかについて一つの研究結果をお話したいと思いますこれはアメリカのグループが出した論文の研究結果ですがこちらはリアルタイム PCR と呼ばれる実験のデータです皆さんリアルタイム PCR 最近よく テレビで。聞いたことがあるかと思います。新型コロナウイルスの検出に用いられる実験ですね。この実験、あの。検出方法ですね。リアルタイム P. C. R. という方法は。遺伝子の発現量を。解析する際にも用いられます。 このデータが意味するところはこのピークがこの曲線の立ち上がりが早ければ早いほどそのメッセンジャー RNA 量が多いということを意味しています。こちらは若いマウスのですね各機関まあこのデータは膵臓例として膵臓のデータですが若いマウスの膵臓 の P16 のメッセンジャー RNA 量と比較して、年老いたマウスの膵臓のメッセンジャー RNA 量は増加しているということが分かっています。つまり、個体の中においても器官の老化と P16 というのは関わっているんじゃないかということを指示する一つのデータです。次にですね、彼らは 体全体から P16 を遺伝子を欠損させたマウスこれをノックアウトマウスと言いますが体全体から P16 遺伝子を欠損させたノックアウトマウスを用いて解析した結果がこちらです。こちらは縦軸軸ががマウスの生存率横軸が STZ と呼ばれる子薬をです、ね、マウスに注入した時の日数ですねこの試薬を注入することによって人為的にマウスのです膵、ね、臓の β 細胞を破壊してその時のマウスの生存率を調べた実験ですが野生型マウスっていうのは徐々にこういった生存率が落ちて,落ちていきますが。 P16 が体全体から怪我にないマウスというのはこのように生存率が高いままであるつまり P16 遺伝子というのは個体の寿命や個体の老化に関わっているのではないかということを指示するデータですこのように P 細胞周期制御に関わる P16 というのは深く細胞の老化や個体の老化にも関わっているということが分かりつつあります本日のお話をまとめますと今日は細胞の増殖文化老化といった細胞運命は細胞周期によって厳密に制御されているということをお話しましたまた 細胞老化は細胞寿命プログラムと外生因子によるストレスによって誘導されているということをお話ししましたまた細胞周期を負に制御する CDK インフィタ P16 は細胞老化を誘導する働きがあるということをお話ししましたこの P16 の転写制御機構として ポリコーム複合体によって P16 遺伝子の転写が抑制され MLL 複合体によって転写が活性化しその結果細胞老化が誘導されるということをお話ししました最後に P16 は細胞老化だけではなく個体の老化にも関与するということをお話ししましたこれはえっ、ー 本日最後のスライドですがこのスライド表は日本のの年齢区分別人口割合の推移を表しています。2019年現在老年人口割合は約28.4%ですねこれが意味することは日本国民の約3.5人に1人が65歳以上という。 と指しますこれが2065年の予想ですがこれがどん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 増加していって38.4%になるのではないかつまり約2.6人に1人が65歳以上になると予想されています。今後のの日本の課題としては もちろんこの生産年齢人口ですね15歳から64歳あるいは年少人口0から14歳これを増加させることも重要ですがこういったどん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 増え続けることが予想されている高齢者ですね65歳以上の高齢者の方たちが自立して生活できる生存期間これを健康寿命といいますが。 この健康寿命を伸ばすことも重要な課題であると考えられています。したがって、今日お話したような細胞老化や固体の老化の研究は今後ますます重要になってくるのではないかと考えています。本日の講義は以上です。ありがとうございました。